大須磨武久敦です、今日はね、卵かけご飯の作り方についてご説明したいと思います、卵かけご飯ね、皆さん食べられると思うんですけど、私ね、昔食べられなかったんですよ、卵かけご飯って。で、なぜ卵かけご飯が食べられるようになったかと言いますと、昔のね、生卵ってちょっと生臭かったと思うんですよね。で、当時って旅館なんかにね、行きますと朝ね、卵かけご飯がすごく辛い鮭が朝食にね、出されたと思うんですけど、私ね、卵かけご飯食べるとね、こうじんましんが出たんですよ。それでね、それから食べるのやめてたんですけど、まあ、だんだん年を取りまして、最近ふとね、卵かけご飯食べてみたところね、今の卵ってね、生臭くないんですよね。とってもね、生臭くなくていい香りがするんですよ。で、私の場合は、豪華のね、ご飯に新鮮な卵を割って、そこに薄口のね、醤油をちょっと垂らしまして、そこに、ラー油、味の素さんのね、健康ごま油、これをねちょっと垂らしまして、それで、温かいうちに、いただきます。これね、とっても美味しいです。食事はやっぱりね、サンドサンドきちんと取った方が、健康にもよろしいかと思います。それでは、かっこいいギタリスト竹下敦がお送りしました。それでは、See you next time です。